ちゃ。ということで、僕はね、今日、収録をしようと思ったんですよ。はい。仕事部屋と寝室がありまして、僕の家は。うん、で、隣の、なんだろう、家まあ、部屋って言うと、ちょっとあれだから、隣の家と面してない方が、寝室なんですよ。だから寝室でね、最近撮るようにしてるんですけども。うん、そうでしたね。で、仕事部屋と寝室は別のパソコンで。はい。で、今日だから寝室のね、パソコンを、あ、そろそろ収録だなって、ポチってボタン押したんです、電源。はいはいはい。つかないの。あーって、これ。終わったね。なんかね、それで変な音が、ピー、ピー、ピーってなんか、事件爆弾もうすぐ爆発するみたいな音が聞こえたから。どこだろうと思ったら、めっちゃAC アダプターのぶっといやつ、でっかいやつ、箱弁当箱みたいな。はいはいはい。なんか、ピー、ピーって言ってて、なんか、多分ね、電源通電してると、緑色の LED がつくんだけど、端っこで。はい、うん、それがついてなくて、多分 AC アダプターが、なんか行きました、なんかの表紙に。あ、そりゃあね、収録現場も変わるし。そう、今日だから、ちょっと仕事部屋でね、マイクは、ちょっと寝室の持ってきて、繋げてるんですけど、ちょっと、すいません、ちょっと声が張れないです、今日。静かな怒りだ。そう、やり場のない、まあ、物はいつか壊れるし、これもしかしたら、ちょっと前僕がさ、毛布を剥いだ時に、画面がおかしくなったって言った時あったじゃん。はい、あー、はい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 。多分イヤホンをしたまま、多分イヤホン越しに通電してね。うん。それワンチャンやったんじゃないかなっていう。そこから何か来てたのか思って、もしかしたら自分が悪いかもしんないっていうことね。それがわかんないのももやもやしてますね。そう。だから今日も買いました。さっき。早い。もう。行動困るんだから。はい。まあ、確かに。そういう怒りでした。怒りですね。はい、ありました。はい。はい。じゃあ私の怒りなんですけど。はい。わかんない。これはね、別にいいっていう人もいるかもしれないんですが、うん、何かアイドルだったりアーティストとかで、ライブとかがあると思うんですけど、うん、まあ、はい、まあ、この商法が多いのはアイドルなのかなって思うのが、うん、例えば全国ツアーしますみたいな。全国ツアー、はい。はい。なったら、そのツアー会場ごとにグッズが違うみたいなのがあるんですよ。まあまあまああるよ、全然ある全然ある。まあそれがまあでも本当に根本から違うというよりかは、例えばそのブロマイドとかで会場ごとのブロマイドみたいな。うん、デザインがね違う。そうそうそう。二次元系とかだったらそれこそデザインが違うとかっていうのがメインになると思うんですけど、うん、まあこれはまあ100歩譲って別に、うん、いいかなみたいな感じなんですけど、まあまあ、逆に言えば自分のとこ来た時は自分のとこでしか買えないわけだからね。そう。うん、なんか僕がこの間、なんでってなったのが、うん、その、ツアーが、まあ、全国のツアーがあったとしたら、全国回って最後にちょっと大きめの会場でやる、みたいなのがセオリーだと思うんですけど、うん、その、もう、大体終わって残りが、あとちょっとくらいになった時に、残りちょっとの時、うん、ところだけ、なんか追加のグッズが発表されたんですよ。え？完全に新規グッズってこと？あ、そうです。なんか、他は、例えば写真セットがツアーごとによって、違いますよ、みたいな。まあまあ、はい。で、それに、プラスで、なんか、なんだ、ライブ中の写真みたいな。そのツアー中のライブのブロマイドみたいな。うわ。それさ、それ知ってたらさ、なんか、調整してそれ買えるように言ったしって思って。うん、そう、地方税、めちゃめちゃね、やるせないよね、それ。そうそうそう。なんか、それが最初から発表されてたなら、まだいいんですよ。例えば、まあ、最後の、選んでいくわけだからね。そう、最後のツアーの時は、これまでのブロマイ、ん？これまでのライブのをブロマイドに発売してます。そこ言われてたら、それ込み込みで考えると思うんですけど、うんうんうん、これまでのが欲しい人もいるもんね。そう、それがなくて、なんか最後だけ豪華にみたいなのは？って思って。は？じゃあもう完全に。そう、そのライブに行けたんですよ。うん、調整してれば。うんうんうん、でもそれのこととか気づかなかったんで、気づかなかった、知らなかったので。まあ、なんかじゃあ別にその日。行けるとこにね。そうそうそう。その日じゃなくてもいいや、みたいな。ちょっと無理しなきゃいけなかったので、うん、無理せずでいいやって思ったらこのありさまよ。それでさ、物販が誰でも買えるんならいいけどさ、うん、そういうわけじゃないもんね。そう。結局、ね、なんか事前の通販とかもやってたんですけど、うん、そこの時には出てないような、やっぱ会場限定グッズだし。もうずる。もう、それも、なんかチケットなくなってからとかなんですよ。例えば、僕は、もう、行けなかったんでいいんですけど。はいはい。もう仮にさ、あ、行きたいってなったらもうチケットがないから行けないみたいな。そもそもね。もうそう。舐め腐っとんのか我。って思って。悪いしょ。誰も得しないよね、それ。まあ、だから、なんか、なんでしょう。個数制限とかあるじゃないですか。物販とかって。はい、はい、はい。それも、まあなんかちょっと、なんだ？ 5 セットとかで、
なんか行けない人は行ける人から買う。まあ、代行してもらうとか。それ前提なのかしら。なんでみんな友達いる前提なの？そうそう。ね。そう、僕、まさにそれで、友達おらんのですわ。悲しいけど。いいじゃん、なんかその、委ねるのが違くない？こっちに。そう。それはもう、コンテンツ提供者がどうにかしてよって思うんで、そうそうそれこそね、今どうしようと思って。通販はしますからって言ってくれればね。だから、今、どうしようか悩んでます。ツイッターとかで。うん。ああ、なんか、そうやって出してる人に声かけて、デュフデュフ、すいません、ください、デュフ。出してる人はいるの？でもやっぱそういう人ともとかって、うん、なんか、交換とかなんですよ。例えば、こっちの会場のこれと、向こうの会場のこれを交換してください。それはそう、それはそう。そう。いや、ちょっと、そっちも行ってないんで、みたいな。ああ。だとか、やっぱその交換とかって、ちょっと嫌な言い方しちゃいますけど、例えば、このグッズが欲しいってなった時に、それと交換できなかったら、ある意味こう、不良在庫じゃないですけど。あ、そりゃそう。そうそう。だから自分が別に欲しくないけどなっていうものが手元にある状態が結構ストレスだったりするので。まあ、それ前提に買うのもなんか違うしね。そうなんですよ。だから、そう、本当にやるんだったら、もう例えばもう、買う段階で、もうこれは全部あなたにあげます。うん、これは全部私にくださいみたいな、売買契約レベルくらいまでがっちりし しなきゃいけないと思うんですけど、そんなことができるほどの関係性の人はおらん。積みじゃん。そう。だからちょっとね、本当はグッズがもうちょっと欲しいんですけど、まあ、昔はそういうのめちゃくちゃ集めるの好きでしたけど、今はもう、ね、ちょっとでいいんでっていう気持ちがあるので、なるほどね。そのちょっとができない悔しさ。え、ちなみに、はい。ジャニーズ？じゃないです。ハロプロ？じゃないです。へぇー。そう、ジャニーズとかはもっと有料なんですよ。その。まあまあ、慣れてっからね。ランダムグッズとかないんで、ジャニーズは。あーはーはーはー。だし、はいはいはい。まあ、会場限定グッズとかもあまりないかな。ツアーグッズとかになるし、それはもう通販で今の世の中買えるかな。そうね、ハロプロも、あんまランダムグッズ、なんかくじとかはありますけど、あんまりないですね。基本的にその、人指定で買えたりするから。大手はそう、まあ、大手はそうなんだね。そう。もうそれがムカついてしもうってね、私。やめよう。そういうの。ね、まあ、自分だったらどう思うかって考えてほしいね。やっぱグッズ作る側っていうか、物販考える側もね。うん。でもね、これが悲しいお話はでも結構あって、はあ、なんか、そういうグッズ、というか、その、なんて言ったらいいんでしょうね、地下ドルまではいかないんですけど、うん、なんかそういうのを運営してる人にちょっと話を聞いたことがあって前、うん、実際じゃあランダムグッズにしませんってなったら、うん、そのメンバーの人気がやっぱり如実に出るらしくて、うん、で、そうなると、その運営が抱える在庫数も偏りが出ちゃうらしくて。まあ、需要見てね。そうそうそう。あれやなきゃいけないから。でも、なんか、グッズを発注するにあたって、メンバー間に人数の差をつけるって難しいらしいんですよ。うん、あまあまあ、ね。そうそう。なんか5人メンバーがいて、人気メンバーだけ200で他は100とかっていうのはやっぱできないらしくて。へぇ。そう。だから、もう、ランダムにするしかないっていうのはあるっていうのはチラッと聞きました。でもその後ツイッターでさ、はい。譲るの方にめっちゃ自分の名前書かれてるやつ。それはもうね、エゴさせちゃダメって話だから。そういうことね。はいはい。なんでね、ちょっとただ、それはまあ、売る側の意見だけど、買う側としてはね。どっかでわかるでしょ、もう自分の人気なんかって思っちゃうけどね。是正してほしいなって思います。確かに、それはそう。はい。ということで、今回はね、99回ということで。すごい、ナイキー100回を目前に、ちょっと落ち着いた回を取れればなと。そう、ね、騒げないです。隣、そう、隣の部屋も、もう夜だから、はい。はい。騒げないです。ということで、こんな感じで行きましょう。行きましょう。よし、ここ。お寝代わりのラジオ、自己満足。今回99回を迎えるわけですが、99回、怯えてんの、あくび、あ、そうそう、じゃあ、びっくりした。さっき来たよ、なんだろう。はい、なんですけども、はい、そんな99回を迎える我々のうるせえな、これ。そうそうそう、はい、の YouTube チャンネルの、うん、チャンネル登録者数、
99回収録当時、まあ、22名の方が登録していただいて、本当にありがとうございます。多いよ、こんなの。御礼を申し上げるんですけれども。あ、ありがとうございます、本当に。はい。でももう3桁の大台乗って、うん、この22って数って満足はしちゃいけないなと思うんですよね。おう、そう、せっかく継続してるんだから、うん、こういろんな人に聞いてもらえた方がモチベーションも上がるし、そりゃあね、まあまあ、そうそう、お便りもねいっぱいもらえるし、話題に困んないからね、もう。そうなんですよ、っていうことなんですけども、うん、まあ、我々って正直、うん、こう宣伝を効果的にできているかと言われたら別にそんなこともなく、まあ別にそんなに力を入れてないっていうのが現実としてあると思うんですが、身内にお知らせしてるだけかも、まして。そう、ツイッターで、最新回ですってやるくらいだと思うんですよ。うん。そしたら、やっぱり、新規の方はやっぱり知ることがないから、うん、いきなりね、知らんラジオの98回更新されました、そうそうそう、知らねえ。結局ラジオ聞く人とかって、なんか元から応援してる芸能人のラジオとか、はい。そういったところだと思うので、もっとこちらからねアピールをしなければいけないと思った時に、うん、やっぱり大事なのって宣伝活動においても広告とかが大事なのかなと思いまして、はいはい。なんでただ実際はね予算とかがかかっちゃうので、まあね、まあ今すぐできるかっていうのは置いといて、うん、もしこう我々の広告を出すならどういうのがいいかっていうのはね、あらかじめ考えておいてもね損ではないのではないかなと思いまして。広告考えろだ、はい、てめえ、はい、出したわお前、おい、ツイッター、貴様いや知ってますよ、もちろん知ってます貴様。ゴールデンウィーク、はい、初日に、はい、初日 ?5 月1日とかかな、はいはいはい、5000円、わお、まあ、そんなね高くないよ、ツイッター広告にしたら。でもなんか予想されるインプレッション、はい、万とか書いてあった、普通に万、うん、万みたいな、そうそうそう、わお、結果聞く、そりゃまあ万いけばいいですけど、僕自身ゴールデンウィークそんなツイッターも見てないから、一応ツイッターの審査も通ったツイートなんだよ、これはちゃんと一回これを宣伝 OK じゃあしとくねみたいなメール来たよ、こっちに。まあだいたい、まあ行かなくてもまあ数千、8000、9000から行ったらもう3万とかいっちゃってんじゃないですか。ああなるほどね、まあ、はい、プロモーションが完了しましたと、はい、このツイートは0件の新しいインプレッションと0件の新しいエンゲージメントを獲得しました。ふざけんなよお前、本当にやったんかお前。これはツイッターの怠慢でしょ、これはやばいよね、これね。で、今月頭にクレカのあれ入れたんで、まあ、請求ね、はい、来ないのよ、なんなら。え？いや、やってないじゃん、何にも。そう、請求も来てないの、もう請求も来ない。だから、仕事してないのよ、こいつらは。そりゃあ、イーロン良くないよ。やることやんなきゃ。口だけじゃん、マジで。いやー、ちょっとそれはね、やっぱまあ、確かに、広告、ツイッター広告とかベストかもしれないですけど、はい。なんか、個人的にはもう、インスタとかのさ、広告とかで。ストーリー？ストーリーとかで。いくらかかんだ、ちょっと今回ね、値段調べながらだから、ちょっと結構、やっぱ値段が、なんならやるよ、マジで。今日。ちょっとやばいなぁ。さ、広告費用。これ、静止画広告と動画広告にもよるみたいですけど、大体はあれですね、1日の日割りで予算が決まってるみたいですね。月間3から10万。だから3万で月？最低100円から出向できますって。その分、だからもう1日限りとか。そうそう。1週間、1週間で2000円とかね。金額によって変わるのかもしれないけど。あ、まあ、なんかインスタの方が新しい、なんでしょう。層は取り込める可能性はありますけど。まあ、ストーリーなんてね、ぴょん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 見るし。そうそう。ただ、それ以上に飛ぶかって言われたら、微妙な気もする。自分がインスタ使って。動画だったらワンチャンじゃない。動画？何？なんか急にやっぱりさ。最近さ、はい、ショート作ってるじゃん。ショート作ってるね。あれまんま流用できるよ。でも急にやっぱり効果流れてきた方がビビりません。全然怖いって。でんてんって流れたらすぐスキップするでしょ。いやでも最後まで聞いちゃう人いると思う絶対。コンビニで勝手に万引き締めつってる広告ダメだろ。だってそう知らない人たちの会話って聞いたところでっていう可能性があるのがちょっと怖いなって思いまして。なるほどね、そう、そこできっかけできればショート聞こうで、ショート聞いたら本編聞こうみたいなのは見えるんですけど、うん、やっぱきっかけとしてそのショートはもう一歩なんか
段があった方がいいのかなと思ったりもして、ただそれがないのが難しいなっていうのもあるんですよね。でもね、自己紹介を流すのは貴重いじゃん。そうですね、なんか嫌ですね我々からしたら確かにちょっと何がとは言えないけど、いきなり踏み込まれてもってなると、もうなんて言うんでしょうね、あのデジタルデバイスの広告っていうのも一方で、デジタルデバイス、はい、看板広告出たっていうのも、ちょっとね、前収録タイミングのちょっと前にツイッターであのキヌタシカがバズってたりしましたけども、ずっとだろあれいやまあまあ定期的に波は来るけど、はい、やっぱりこうそういう話題性が出ればやっぱりペイはすごい大きいんじゃないかなと思って、最近やっぱりコロナ禍とかもあって、我々が行く街だと池袋とか渋谷とかのこう目立つめちゃくちゃでっかな広告とかもなんか募集とかなので結構見るようになったと思うんですよね。ああ確かに、この間池袋行った時もそれがあったんで、やっぱりチャンスかも、チャンスかも。やっぱそこにさ、ドカンとさっきほどおっしゃられました、その池袋なんかやっぱ高いわけじゃないですか、壁面とか普通の、まあまあまあ、池袋看板で調べてみます？池袋看板広告、確かに駅のデジタルサイネージとかっていうのはありますね。ちょっとそれで調べて出てきちゃったからあれですけど、確かに駅だとどんなもんだ。1ヶ月 54.4万円、20万1週間20万、まあまあまあでも安くも感じる気がする、そのさあ得られる視線がね、視線に対しては、そうやっぱりいろんな人通るわけだから、でそういったのって結構なんていうんでしょうね、メジャーコンテンツが多い中でラジオ自己満足っていう違和感、違和感、あのソシャゲサイズのさ長い40万だって駅にあるデジタルサイネージ、あでも僕はな、ただヤシの木がでっかくなるだけだからな、そう骨氷さんは骨が長くなる何でしょ、高い、ちょっと高いな正直ね。こんな22人しか聞いてないラジオ、はい、予算1万が限界よ。痛いところ疲れるね。 でもねえなんかたまにさ、あの全然なんかチャンネル登録者以上に聞いてくれる回が 5,6 回に1回くらいあったりするじゃないですか。確かに。そうだからこれの理由をこう出したいですよね。こう登録してくれてる人が全て全員が聞いてくれてると前提仮定して、それ以上に聞いてくれてる再生回数が伸びてるっていうのは、同じ人が2回3回以上聞いてる面白い回か、知らない人が流入してる回だ。流入してアナリティクスを見てみますか。それがもう全部さ同じ人がガハガハ見てるだけだったらそれはそれでいいけどさ、これショート投稿し始めたからわからんかも。一応チャンネル登録済みが 52.3% で未登録が 47.7%。 まあでもショートがそこ以外に流れてるとすると、本編はわからん可能性ありますね。そう、まあ、未登録で見てる人も、まあ、一定数はいると。はい、まずその人が登録してくれるってやっぱでかいんですかね。そう、まずね、あなたに言ってるんですよ、あなたに。え、これを聞いてる登録してないあなたに。こんなもんね、登録しないと出てこないんだから、おすすめに。逆に怖いわ、なんで見にしてんの登録せず。やっぱでも道端の広告ってさ、はい、それこそインスタの広告で見たんですけど、うん、電柱がなんか2000円から月初期費用はかかるけどみたいな。ありますね、なんか。そう個人事業主とかの人も電柱に出してるらしくて、電柱広告意外と安い、まあね、関東なんて東京電力のページ見るけど、はい、無電柱化とか言ってる中でね、電柱広告確かにね、月額2200円から。あ、本当だ、2200円ね。まあまあまあ、電柱の日にちなんで、はい、制作費特別割引1万6000円のところがなんと5280円。元からぼっただろ。おい、あんま言うな、あんま言うな。本当に出すかもしんねんだから。そうね、だから電柱広告がそれくらいっていうことは、まあ、どこに出すかですよね、結局。電柱、確かに出す場所でね、全然2200円に収まんないから。言うてそれってもう本当に地方だったりすると思うんで。え、でもあれだ、今期間限定で5808円なんですけど、あの、はい、作成費用が広告。うん。それプラス2200円で済んじゃうわけよ、最初。そうやって聞くとお得っちゃお得。じゃあ例えばね、はい、あなたの住んでる埼玉、うん、一番高くても3300円、埼玉市、大宮浦和で、そう、大宮浦和だけ。
他の埼玉市と、まあ、川越、川口などなどなど、はいはいはい、三里までが3080円。でも、あれなんですかね、電柱広告って縛り多いんですかね。おなんか、ちょっとふと思ったのは、電柱広告で見るものって、こう、デザインというか、レイアウトが同じだなって思って、なんか例えばさ、うん、あの、黒背景の白抜きの文字とか見たことなくないですか、電柱広告。ああ、確かに。なんか、逆にそれがあれば目引くし、それできるんだったらすごいいいだろうなって、見たことがないからこそ、わって思うかなって思うんですけど。はいはいはい。うわー、マジおとえ、まず、向こうがデザイン決めるみたいですよ、これ。え？なんか、こういうデザインどっすかを向こうから提案されるらしい。え、こっちがレイアウト決めておくのダメなの？まあ、話し合いはできるだろうけど。いや、ちょっとそれや！ちょっとそれや！あれか、電柱って下にこう、そこの所在地を書かなきゃいけないから、制限厳しくなってくるんですかね。なんか今、東電のね、はいはいはい、電柱広告出してる会社の見てるけど、うん、自前で作成した看板チラシは貼りたいんですかは。入りたいのですが許可していただけますかって質問は許可することはできません。キーそうなのか。そうそう、だから何らかの企画があるらしいです。うん、でも結局さ、うん、電柱にしたって、うん、SNS 広告にしたって看板広告にしたって、はい、結局大小あれ予算をかかってしまうわけじゃないですか。そりゃそう。そうでね、まあ我々の規模だったら1万円くらいって言いましたけど、はい、1万円ですらですよ正直。確かにね、正直これで1円もお金になってないのに僕動画編集ソフトにお金かけてっからそう、これはもう私が頭上がらないだけなんですBGM 買ってね。そう、それはそう。そう、そんな中でじゃあ我々どうしたらいいかっていうと、うん、もう無料で広告打つしかないんじゃないですか。え、そんなことできないでしょ。やめますよ。え、だってそれはもう我々が広告塔になればいいだけなんですから。おいおいおい、現代の珍丼屋として、え、もう体中にラジオ自己満足につながる QR コードを貼りながら街を歩く。QR 方位置？そう。で、顔面には、あの、我々のアイコンを貼ったやつをベタッとやって、そうやって歩いたら、ツイッターに載せられ、もうバズ。で、バズはもうインプレッションなんてね、5000円払うなんかに全然出ますよ。こっち狙っていくしかないよ。ほんとに嫌だね。ただ、街にいる頭おかしい人じゃん。こんなこと、ちょっとここはね、使えないかもしれないですけど、はい、あの、とかに取り上げてもらって。最近勢いすごいよね、もう。いや、もうすごいね。すごいよね。自分がブロックしようとしても出てくるから。固定ツイートにしてもらったらもう、3日でいいからも。いや、でも金払ってやってくれるんじゃないですか。それはそれで。やってそうだよね。やってた気がする、なんか。なんか、1日1個さ、おすすめの何らかのコンテンツ紹介してるじゃん、あの人。あ、してます、してます。そこにも、おもろい、このラジオおもろいでって。いやー、そんな褒め方してたら逆にちょっと、ね、やっぱ、捨て間くせえ。捨て間でしょ。あとは、なんか超ツイッター速報とか、なんかそういったさ、ツイッターの爆おもろアカウントあるじゃないですか。ありますね。そういったところにね、やっぱ紹介してもらいたいな。はぁ。まあ、ということでね、何か広告を打ってくれる方はご連絡ください。いやもうね、空いてる看板ただで貸してあげるよって言われたらもう。いや本当に。すぐ入稿します。なんか走るよりかはいいみたいな。すぐ入稿しますね、もう。北海道から沖縄まで全国いつでもどこでも。全然もう自撮りしに行くから、もう一緒に。はい、お問い合わせください。顔出るかも。ということでね、最近今週もやっぱり終わりで99回後輩ができて後輩に教える中で最近ね、僕ちょっと新書ってめんどくさいだるくなってくるんだよね。新書っていうとなんか調べるとご飯こう請求書だったりとか、まあ、とか買うんだけど、もう一品欲しいな、そういう個人に関係するご飯はあるけどもう一品欲しいなってなった時にこう冷凍餃子が分類されるらしいいと思うんだけど、で新書って冷凍餃子もめちゃめちゃ種類あるんだよ。レンチンするのか、まず佐川とか山とかフライパンで焼くのかみたいなのがあるんだけど、これでもね、電子レンジでチンするのはやり方とかとは全くできないってなっちゃう。高い、コスパが良くないですね。こうするというか12個入れてね、いくらかちょっとスーパーで行けば分かるんだけど、新書ってやっぱり重要な種類なんで比較的
なんで送る機会が多い、コスパがいいとか困っちゃって、やっぱでもフライパンで焼くやつもそこがね、どうにかならないかなっていうのとか、でこの中でね、やっぱりこうおすすめなのがあるんだけど、あとそういったものに類推するものだと、自分が大阪王将の冷凍餃子、あれ何個入れたな、12個入り、12個入りの王将、大阪王将のフライパンでできる羽根付き餃子っていうのがあるんだけど、飽きちゃいけないもん、めちゃくちゃ気になって、本当にいいよ、何がいいってまず何にもいらないの、もちろん冷凍餃子だけど、何にも水油なんなら蓋もいらないかな、病院の紹介状を開けちゃって並べて焼いていくだけで、だんだんこう餃子のもう餃子焼けるけど、餃子のね周りにまとりついてある他人のものだったらどうでもいいけど、自分関係のものだったら本当に羽根できるで、これコツなんだけど、なんかこうビビって水とか出さない方がいい、本当に本当になんかこう餃子の周りにまとわりついてる謎の液体が溶け出してこうパリパリに焼けていく、本当にギリギリまでこう干からびてやっと羽根ができてくから、重要っていうところが結構頑張ってね耐えて焼くのが大事だと思います。以上、おすすめ餃子です。なんで仕事とかも大阪王将の餃子、冷凍餃子12個入り買ってください。